小川その子は、日本の心理学者。2014年10月より、筑波大学教授であり、行動神経内分泌学を専門分野とする。筑波大学人間系所属。1975年に、神奈川県立平塚港南高校を卒業後、筑波大学人間学類に一期生として入学して、心理学を専攻する。1979年、筑波、 大学大学院心理学研究科比較心理学。専攻に進学後、退学して、コネチカット大学生物行動学科に留学して、博士号を取得する。博士論文、ジャネタケルエンドオクリナロジクルベイシス、オブプレグナンシー・インドスト・アグレッシブ・ビヘイビア・イン・マイス。1994年から、ロックフェラー大学にて研究員、助教授、教授として勤めた後、 2014年10月より、筑波大学教授に着任した。心理学系だより、筑波大学心理学研究第30号、筑波大学心理学系、2005年9月1日、107ページ。企画特集に、青春スクロール、平塚港南高校、朝日新聞、2013年12月6日、2013年12月24日閲覧。 オリジナルの2013年12月24日時点におけるアーカイブ。AB、小川園子。筑波大学研究者総覧。2020年2月29日閲覧。AB、小川園子。私の提言学際的、国際的であることに関する試験。筑波フォーラム第71号。筑波大学。2005年11月。121から125ページ。 ネイド1200億84万3170コメンスメントプログラムスオーパンコモンズユーコンユニバーシティオブ・コネディカット2020年2月29日閲覧ありがとうございます